こんにちは、吉田さん。あやさんのね、怒り、私もわかります。で、愛とお金っていう二つをなんかね、比較して論じろといえば、私は決して他者には押し付けませんけども、自分に対して課してることがあるんですよ。まあ、愛している人がいるんだったら、金の問題ぐらい片付けようっていうふうに思ってるんですよね。で、どんな時にもお金が必要ですよね。で、まあ、愛よりお金、お金より愛みたいなことがありますけども、いや愛してるんだったらお金は何とかしてこないと、と思うんですよね。しかも愛する人に恥ずかしくない方法でお金をね、手に入れて当たり前だと思うんですよ。で、私家族がいますけども、お金がない時は家族を持つことを諦めてました。まあ、ですんで、40まで独り者だったんですけどね。でも40から家族を持ちたいなと、急に思ってですね、そっから急速に稼ぎ出したんですよ。だって愛する人を迎えるのに、あれがない、これがない、我慢して、貧乏でも幸せだよね。この理屈を押し付けることはできないですよね。もちろん、贅沢を希望した、そんなね、つもりはないんですよ。彼女にもね。でもやっぱり、いいものを見ようと思えば、いいものを手に入れようと思えば、いいものにはいい値段がかかってくる。これ当たり前ですよね。だって多くの人が、より良い暮らしを求めて頑張ってお金を稼いでるわけでしょ。で、不幸にしてお金が稼げなければ欲しいものが得られないっていう状態になります。でね、子供のことが出たんでちょっとこの部屋に来たんですけども、これちょっと見てほしいんですよ。これね、トミカのミニカーです。で、ここにもあります。これ3段全部ね、ミニカーなんですよ。だいたいね、500台ぐらいのミニカーがあるんですね。いいですか。で、ここにはプラレールが、レールと本体入ってます。まあ、ちょっとこれ見ていただいただけでわかると思うんですけども、ヤマト君のためにね、もうおもちゃは5年分買ってあるんですよ。その他にもあります。プラレールとトミカのミニカーあるじゃないですか。これは少しずつ買い足すのもいいと思いますけども、私の場合は一気に買ってしまったんですよ。空間もありますしね。で、少しずつ出していって、あとはレゴくらいですかね、次に買い足そうとするのは。で、もちろんなんですかね、キコキコの車もありますし、まあ今のところ何でもあるんですよ。ほんとそのまま店ができるくらいです。トミカのこういったギミックももう山ほどありますね。こういうのもう本当におもちゃをそのままね、買ってきたような感じです。何十万かかかりましたけどもね。でもやっぱこれが買えるのもお金があるからで、で、生まれながらにしてね、あれこれ与えるとわがままで贅沢に子になるっていうふうに言いますけども、いや本当にそうなのかなと思ってるんですよ。それは人それぞれ育て方によるんじゃないかなと。物がたくさんあっても大切にすることを教えれば全然構わないわけですし、むしろ物がないからフラストレーションが溜まって、その鬱憤がね、変な方向に働くってこともありますから。で、私がね、なんかいろんなものを与えてるのはただ単に選択肢を広げてるんですよ。もしかしたら与えたものがいらないかもしれない。でももしかしたらいろんなおもちゃとか出かけることによってね、たくさんの刺激とか、おもちゃで遊びながらいろんなおもちゃの使い方を覚えたりとか、で、ジャングルジムとかもね、私買いましたし、滑り台とか屋内用のブランコとかも買ったんですけども、早く触れることによって早く覚えられるじゃないですか。で、今ね、今幼稚園に行ったんですけども、幼稚園に行っても別の環境に行っても、もうすでに初めて見るものがないから、他の人より早くいろんなものをね、マスターするんですよ。そっちの方が良くないかってことなんですよ。でも、私に仮にお金がなかったらこういったものが全部与えられないんで、多分他の人よりも知るのが遅れる可能性が高いでしょうね。そうなると使いこなすスピードも遅くなるし、いろんなものを習得する時期ってのが後回しになってしまうと。で、一つね、こういう例を聞いたんですよ。というのが、近所に2DK に生まれた子供がいて、まあ1歳ぐらいになるそうなんですよね。でも 2DK で
お父さんお母さん、そして子供さんがいらっしゃるんで、子供さんをハイハイさせようと思っても場所がないから、どちらかというとこういろんなものがねある中でじっとしておくしかないみたいなね。子供にはあんまり自由が与えられなくって、あちこちドタドタ走り回ったりとかとてもできないそうなんですよ。で、我が家は部屋もいくつかありますし、それぞれの部屋がでかいんで、いくら走り回ってもらってもいいし、で、その部屋の中にドーンとジャングルジムとか置いてるんで、こう掴みながらね、握力鍛えながら登ったり降りたり滑りたりジャーッと滑ったりするんですよ。要するにいろんな体験をしてるんですよね。でも肩やほとんど動けなくって、なんかちょっと動いたらあのそこに積んである荷物に当たっちゃったり、ダーッと崩れちゃったりとかして、もうとか言ってね、お父さんお母さんに怒られちゃったりするんで、どんどん萎縮しますよね。どうですかね、私ね、だからあの親の努力が子供の運っていう言葉をね、こうやって過ごしてきて、私なりにひらめいたんですけども、まあ私が努力したとは言いませんよ。でも親の選択肢の広さがそのまま子供の運になるんですよね。で、親に選択肢があまりないと、それを子供は受け取らざるを得ないんで、最初から運が悪いって状態になっちゃうんですよ。もちろんそっからね、逆境バネしてドーンと跳ね上がる人もいますけども、どちらかというと最初から選択肢が広くって、学びがたくさんあって、でもうね、お金がないという理由で体験できないものや手に入れるものが手に入れなかったり、食べたいものが食べれなかったりするよりはいいんじゃないかなと思うんですよ。で、それでわがままに育つとか、贅沢になったらありがたみが分かんないとかっていうのは、なんかすごいこじつけなんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ生まれながらにしてお金持ちの人はそんなにくだらない人間になるんですかってことじゃないですか。これ単なるひがみなんじゃないかなって思い出してきたんですよ。と同時に、我が家には結構いろんなものがありますけども、後ろ指刺されるようには育てちゃいけないなと思うんで、まだしつけができる年齢ではないですけどね、まあ、言葉のやり取りができるようになったらきちんと筋じみち立ててしつけをしていこうかなと思いますね。まあ、ですからしつけの仕方を親も覚えていかないといけないですし、そういった学習もしないといけない。そのためには学習する時間もいるし、メンターも必要になってくるんで、私はそういうのを探しに行くって感じですけども、これがね、探せるんですよね。お金と人脈と時間があるから、やっぱりこう誰からどう学べばいいかってことが、いろんな選択肢が親にもあるんですよね。だからとてもベストな環境でやっていけるっていうことであります。で、一生懸命いろいろやっても時間があるんで、結局体を休める時間とか頭切り替える時間とか持てるんですよね。そう考えたら、もういろいろ言いましたけども、やっぱりお金と時間があった方がいいに決まってるわけなんですよ。これお金や時間がない人も思ってるはずなんですよ。だから節約したり、少しでも稼げるように工夫すると思うんですよね。だからそこに来て、お金や時間がたくさんある人を妬んで、まるでね、お金や時間がたくさんある人が悪いかのように言ってくるっていうのは、もうちょっとね、残念な思考だろうと思うんですよ。みんなしてお金持ちになって、みんなして時間持ちになれば、みんなでハッピーだと思うんですよね。で、お金がないと助かることってあまりないと思うんですよ。もちろんお金がないから工夫するみたいなところがあると思いますよ。でもお金があって工夫するのがいいですし、その工夫ってものを学ぶっていう時間や費用もかけられるのもお金があるからかなと思うんですよ。なんかね、本当にこういう風な切り分け方は私あんまり好きではないんですけども、でも現実仕方がないです。これを受け入れないと、金があった方が有利、時間があった方が有利、これは受け入れざるを得ないですよね。これは私がそういう風に思わせたいんじゃなくて、それを受け取らないと何も始まらないし、整合性も取れないし、おかしなことになると思うんですよ。私は誰かを僻むつもりは全くないんですけども、お金が誰よりもないところから今みたいな状態まで、ね、10年もかかずにやってきてね、思うんですけども、いや、10年前の私の状態だったら何にもできないと、それこそ行き詰まって首でもくくった、そんなね、時期があったのかもしれないなと思いましたよね。でも今はとりあえず数年先、数十年先まで自分のお金については心配しなくていいから、どんどんね、やるべきこととかやりたいことができたりとか、あとは何が無駄な時間なのかっていうのを精査できますよね。だから全く自分の人生に必要ないもの、もしくは必要であってもその頻度が少ないものっていうのは、もうシャットダウンすることができるようになりましたね。だからもう家族9割ぐらいでやっていくみたいな。で、そもそも人間のつながりって大事だと思いますけども、でも家族とのつながりを犠牲にして、家族以外の人の人間関係をあちこちと
つなげるのが大事とはとても思えないんですよね。もちろんある程度成長期には多くの人とつながること大事ですけども、自分なりに世界ができたり資産が作れたら、今度は人間関係を少しずつ切っていって濃い人と少なく付き合っていくっていうフェーズに入るのかなと思うんですね。でお金もそうです。お金も無駄遣いをしているようですけども、使って惜しくないもの、使って惜しくない人に使いまくってるんですよね。まあ、奥さんにもね、服をね、よく買ってあげるんですよ。それこそ、年間で100万ぐらい買ってますけどね。どんどん、センスのいい服を私が選んでプレゼントすると、やっぱ奥さんがどんなものが好きかもわかるし、私も女性の服を選ぶセンスがだんだんついてくるし、あとやっぱね、プレゼントをされることによって、やっぱ愛されてるっていう風に感じてもらえると思うんですよ。まあ、物だけではないですよ。いろんな服を着てもらって、喜んでもらって、で、同じ時間を過ごしてっていう、いろんなもの込みで、その中でね、まあ、奥さんは別に奥さんの個人の所得がそんなバンバンあるわけじゃないんで、その辺は私から恋人の時のようにプレゼントはね、欠かさないようにして、私が選んだ、いいものをどんどんこう食べていただいたりとか、身につけていただいたりとか、住んでもらったりとかっていうことですかね。それはまあ愛すればこそいろいろやってあげたいから、だからお金も時間も必要だってことに結局なるんですよね。お金があったらこれやってあげるのになっていうふうに私はもうずっと思ってないんですよ。お金があるからやってあげる、時間があるからやってあげよう、そして笑顔を見て、あ、よかった、幸せだなと、本当ありがたいなと、この世の中平和であってくれと思うんですよ。本当に平和を願ってますよ、私は。平和じゃないと、私の暮らしなんてね、もうどってんくさりですからね。でもお金がない頃は、この世界なんて滅んでしまえと思ってたかもしれないですね。まさに平和を願うようになるのは、生活が本当に貴重なものと思えたからかなと思いますね。もう自暴自棄になることもありませんし、争い事からね、常に離れている。もうどんどんアウェイになっていく。逃げることばかりやっているって感じですね。うん、そんな感じでね、吉谷さんから動画いただいて考えることがあったんで、この部屋で撮らせてもらいました。はい、でこれナイトライダーのね、週刊ナイトライダーを買ってるんですけども、全然作れてないですねこれすごいでしょ。もうすごい場所を取るんですよ、これ。このサイズのが110個届くわけですからね、一つ部屋が必要ですよ、うん、いやー、映画って本当に面白いもんですね。それでは行ってらっしゃい。